こんにちは、まゆみだ。今回は韓国ワーホリ留学韓国生活に関するいただいた質問の中から選んで答えていきたいなと思っています。ではどんどん質問答えていきたいと思います。まず一つ目ですね、ワーホリは語学堂に通いながらでもできますかということなんですが、もちろんできます。もちろんできます。これ結構いただくんですけど、だから勉強しながらワーホリできますかっていう方がすごくいらっしゃるんですけど、全然ワーホリビザをの中でその期間内で最初の例えば3ヶ月だけ語学留学語学堂に通って勉強して、残りの9ヶ月で実際にバイトをしてみるっていうのでもいいと思いますし、バイトをしながら実際に語学堂1年通ってもいいと思います。そのやり方はもう人それぞれなので、全然ワーホリのビザを持っていて語学堂に通っても全然問題はないと思います。ただその働く時間っていうのは決まってるみたいなので、その時間内で働くようにしてみてください。2つ目です。ワーホリでの仕事を探すときにトピックを持っていた方がいいですかとか、トピックを持ってた方がバイト探しやすかったですかっていうことなんですが、サイトによったりその仕事によるんですけども、基本的にサイト見ると韓国語能力試験トピック3級以上4級以上5級以上とかっていう感じで決まってるところが多いと思います。ただ韓国の場合、その飲食の場合は全然韓国語初心者でも OK ですっていうところがあるんですけども、お店の方が韓国人だった場合はどうしてもね、仕事上意思疎通をしないといけないので、ある程度の韓国語はできといた方が自分のためかなとは思います。お店のその店長さんであったりとか、そのバイト同じバイトの子、韓国人のバイトの子と話しながら勉強していくっていうのも全然それはいいと思うんですけども、ある程度聞き取れてもうそれをすぐに行動に移すことも大事だと思うので、まあ、少しぐらいは日常会話ぐらいはできといた方が自分のためかなとは思います。ただ本当に職種によるので、さっき言ったその飲食系はあんまりいらないっていうところも多いですけども、通訳とか翻訳であったりとか、マーケティングであったりとか、事務であったりとかっていうと、結構韓国語の能力が中級以上とか、能力試験5級以上であったりとか、あとはビジネスクラスの韓国語が必要ですって書いてるとこもあるので、自分がやりたい仕事がそっち系の仕事であるならば、ある程度そのレベルの高い語学力を身につけておいた方がいいかなとは思います。もう実際その試験とその実力って私みたいに違うのでまあでも持っていた方がこれぐらいなんかなって判断しやすいその基準でもなるので、はい、持っておいて損はないと思います。次ですね、私個人的な話なんですけど、私がシリプテに通ってたんですけど、その時のコシオンはシリプテがヘギとチョンリャンニっていう駅の中間にあるんですよ。で、どこの辺のコシオンに住んでましたかっていうことなんですけど、私は2個コシオンに住んでいて、1個はめちゃ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 遠いところのコシオンに住んでました。でもう1個は駅の前、本当に1分ぐらい、1分2分のとこに住んでました。場所はちょっと言えないんですけども、最初に住んだとこは本当に学校から25分か30分ぐらい普通に歩いたらかかったと思います。私は毎日走ってたので20分ぐらいでもうぜいぜい言いながら行ってたんですけども、近いに越したことはないと思います。本当に学校の近くの方が楽です。次ですね、発音に関しては別途動画を撮りますのでお待ちください。韓国語日常会話できる程度でも働くことできますかっていう質問なんですが、もちろん働くことはできると思います。これもさっき言った通り本当に会社によると思う。会社が求めてる韓国語のレベルによって全然違うとは思うんですけども、働くことはできると思う。私の個人的な考えです。はい、その韓国語日常会話のレベルによるんじゃないかなとは思います。その次ですね、ワーホリでの履歴書の書き方や提出方法が気になりますって、この質問は初めていただいたので今回答えていきたいと思います。履歴書の書き方とかに関しては実際にホームページに載ってると思いますし、韓国の提出方法に関してなんですけど、日本って面接来てくださいって言われた時に紙の履歴書、私が昔すぎなのかね紙の履歴書を一緒に持って行ってお願いしますって見せることがほとんどだと思うんですが、まあ、今の時代は知らないですよ韓国最近はもうネット、全てネットで
やることが多いので、面接行く時に一緒に持っていくというよりは先に履歴書を送ってくださいっていう会社がほとんどだと思います。ただ私がもともと働いてたところは一緒にこうやって持って行ったんですけど、手書きのやつね、別に手書きであろうがコンピューターでちゃんと、コンピューターとかってちょっと古いんですけどあのパソコンでこう入力したやつであろうが何でも大丈夫だと思うんですけど、私はねパソコンができないので手書き の履歴書を文房具屋さんで買って書きました。でそういうとこもあれば、今の時代ほとんどネットパソコンなので先にメールで送って、それでいいって言われたら面接に行くっていう場合が多いんではないかなと思います。私もね履歴書どこで買うねんとか最初めちゃめちゃ怖かったんですけど、ネットに履歴書、履歴書って言うんですけど韓国語で、履歴書って入力をするとそのテンプレートみたいなのも多分出てくると思うし、それがやっぱやりにくいなっていう場合だと私みたいに文房具屋さんに行って購入して手書きで書くっていうのでもいいと思います。その次ですね、カフェで一人で注文するのが憧れですが、わかるわからない単語を言われた時が怖くていけないですということですね。これめっちゃわかります。めっちゃわかる。私勉強してきましたけど本当に多分先に出てる動画かもしれないし後に出すかもわかんないんですけど、韓国語に関するコンテンツをさっき出すって言ったじゃないですか。でそういう風に発音とか喋りに関しておばちゃんと動画を撮ったんですけど、本当に私発音ダメなんです。発音ダメ、会話ができない、本当にそのタイプの人で、テストであったりとか勉強覚えるとか読むとかそういうのが得意な方で、会話が本当にできないんです。本当に発音とかもクソだしなので基本おばちゃんという時はおばちゃんに全部任せてるんですけど、まあ、自分でやれよって思うかもしれませんが、本当にこの方の気持ち分かります。なんか発音通じないんじゃないかなとか聞き取れるかなっていう不安で、もうなんか長い文章の飲み物頼みたいのに頼まれへんから、短いもう名前のやつしか頼めへんくなっちゃったり、めっちゃわかる。でもこれも結構慣れかもしれないですね。私はまだ慣れてないんですけど、韓国のカフェって基本言われることってどこのお店行ってもほとんど同じだと思うんですよ。行って、まあ、アイスにするかホットにするか聞かれて、それを言ってサイズどうされますかっていうので言って、領収書必要ですかって言われて、いるかいらないか言って、だからそれぐらいしか多分カフェでは言わないので、その流れさえつかめば大丈夫だと思うんですけど、ただメニューの名前とかがね難しいと思うので、これに関してはおばちゃんと一緒にこれから私も勉強兼ねて動画を、カフェ動画を撮っていきたいなとちょっと思っております。気持ちめっちゃわかります回答になってるのかわかんないんですけど、その次いきますね。韓国語は全く初心者の人が独学で学んでトピック1級は受かると思いますかっていう質問なんですけど、本当にこれは自分次第ですね。ちょっと曖昧な回答でいつも本当申し訳ないんですけど、独学でどこまで学ぶかにもよると思うし、独学でどれだけ自分が頑張るかにもよると思うし、本当に自分の勉強の仕方とか努力次第だと思います。トピックに関しては、あとトピックは前も言ったんですけど、普通の別の勉強するのではなくってトピックの勉強、とりあえず過去問を解き続けるっていうことをすればオカルトは私は思うけど、でも断言はできないです。本当に自分次第なので、すみません、これは難しい。全然独学で学んで受からないことはないと思います。独学でみんなやってらっしゃるから全然独学でもいける、ただどれだけ自分が努力するかによると思います。次ですね、これからワーホリビザを取る予定なんですが、1年間バイトするのが大体普通ですよねということです。これはさっき言った通りに、ワーホリイコール絶対働かないといけない、1年働かないといけないっていうわけではないので、自分が働きたいのであればギリギリまで働いてもいいですし、もう早めに辞める方も多いですし、
結構多いのがワーホリのその満了期間の1ヶ月前に辞めちゃうって子とか結構多いです。次ですね、来週から交換留学で1年間韓国に行くのですが、今まで語学堂にも2回通ってるし、行くことに関しては不安はないのになぜか今になって行きたくなくなってしまいました。韓国も韓国語も大好きなのにこんな気持ちになってしまうこと自体ストレスです。お前さんは長期で留学とかワーホリに行く直前にそんな風になったことありますか、ということなんですが、私は逆にワクワクの方が大きかったですね。この方が言ってる通り、韓国も韓国語も、私は基本韓国語が好きなんで、それを学べるとかそれを話すことができる国にね、その国に行けるっていうのはワクワク、すごい楽しみだったし、早く行きたいっていう気持ちの方が大きかったけど、実際に行ってからの方が帰りたいなっていうことが多かったです、私の場合ね。なんでそんな風になっちゃったんですかね、ストレス。行きたいって思った時に本当に行った方がいいと、まあでも行ってからね気持ちが変わるかもしれませんが、なんでストレスなんですかね。でも原因は絶対あるはずなので、それも自分が多分一番分かってるとは思います。本当に自分が行きたいのかをよく考えてみてほしいなと思います。ちょっと今回もなんかはっきりした答えができなくてすいません、もともとの性格がこんな感じなんです。では今回の動画も見てくださってありがとうございました。まだまだワーホリ韓国留学、韓国生活、韓国のお家であっても何でも大丈夫なので質問を受けたまわっております。それでは皆さん、오늘이영상이좋으셨다면좋아요와구독부탁드려요。다음영상에서만나요。안녕。